はい、えー、それではですね時間になりましたので始めていきましょうか、えー、到達度を確認もし第2回のですねまあ、解説ということになりますね、えー、担当はレックスン人講師の横溝ですよろししくお願いします。 1> はいえーとまあ、第1回の、ね、解説というかフォローアップ講座も YouTube に上がっていたりはしますからあ1回目受けてご覧になっている方もいらっしゃるかとは思いますけどねあの無事1ヶ月経って元気になったということで1ヶ月前の動画を見るとですねすごい声で喋ってますのでちょうど体調を崩して39度ぐらい熱がある中でお話をしていたのという感じだったもんですからあの2回目はやっと元気に帰ってこれてよかったですけどねあの解説冊子持ってきました。 大丈夫ですか解説冊子、まあ、問題冊子か解説冊子かとりあえず受けたものをお持ちじゃないと、ね、あまり意味がないので、まあ、そちらだけ持ってらっしゃるかなということですね。あの全体とししてはどうでしたかうーん出した側の感覚からするとおそれほど難しくはないかなとは思っています。 1>, 1回目に比べるとちょっと少し面倒くさい問題が入ってたかなぐらいの感じで全体としての出来からすればやはり記述を除いて1つ目標ラインというのはうん一般的に言われるあれですけど160点ぐらいが1つの目標ラインになるだろうと思ってますですから240点分の160点がやはり目標ラインでまあ今それを超えてるか超えてないかは別にしてですね あの実際にどのくらい足りてないかっていうところとその足りなかったんであれば足りてないところがあとはどの科目のどの問題が取れればあ埋まるんだろうかっていうところのシミュレーションはしっかりご自分でやってみないといけないかなということにはなると思います。特に一つ指標になるとすれば法令科目特に今は法令科目なんでしょうけど法令科目の択一のところであればやはり重要度がランク A でそれから難易度優しいってなってるやつと。 あとは重要度がランク A で普通ってなってるところですね。まず重要度ランク A で優しいってなってるところをどれだけ間違えちゃったかっていうのはやはりしっかり確認するべきところだと思います。それあのー、まあ、そこ全部拾ってるっていうことであれば全体の点数動向ではなくてまあ、ひとまずはあの本当にベースのところはある程度身についてるのかなっていうふうに考えていいだいいんだとは思うんです。 であとはあ合格のために必要っていうならこの模試に関しては A ランクで普通っていう問題ねそこを自分がどれだけ取れてるかどうか逆にどれだけ間違えちゃってるか特に憲民行ですね憲法民法行政法に関してどれだけ点数が取れてるのかやっぱり今の時期である程度どこまで核になる知識がしっかり身についてるかっていうのを確認するっていうのが まあこの模試のもともとの目標ですから、まあ、そこをしっかり見ていただければいいです、まあ、一般知識は今今回のねものでできたできないはそんなに大きなあの指標にはなりませんのでまあまあできたらできたでよかったねっていう話だし、まあ、できなかったらできなかったで次頑張りなっていうだけのことですそんなにこの出来不出来が試験に大きく影響するとは思ってませんのでまあ今どのくらいできるかなっていうのの本当に確認にしか過ぎないと思ってくださいはいでですね まあなんかわざわざ第1回の時はねあまりにも私が体調が悪いものだから <laughs> あの気を使って、えー、参考答案とかを用意しなかったみたいですけれどあの今回は、えー、先ほどですね、まあ、この映像の外でってことになりますけれどあの渋谷の支店長の、ねえー、植木君があ自分が答案書いたからあぜひひどい点をつけてくれと。 こういうことをを言っっててて案用紙を持ってきてますもう一人どこの誰だか知らないんだけど司法試験受験生っていうのを一人捕まえたみたいでその人があの15分で答えを書いたというのがあるんですよね。まあ、ちょっと字が汚いな15分にしてもあの記述の答案を作る時にはまず最低限読む人が相手がいるってことを考えて書かないとダメね。 あのなんか何が書いてあるんだかわからない字で書いてしまうというのはたとえどんなに時間がなくてもそれはあの記述の答案は試験委員の方に対するラブレターですからあの読んでいただくということを前提に書かないとダメだってその字がきれい汚いってうまい下手はいいからあのちゃんとあの丁寧に解書体で書いてあるというところはしっかりしといた方がいいですそれだけ言ってこれ写すと相当この人へこむかもしれないけれどでもねちょっと汚い。 あの読む気が起きないぐらい汚いそういう字だということはあのいいあまあまあなんていうの反面教師みたいな感じでね捉えていただいてもいいでしょうはい、えー、問題四十四番からじゃあ記述のところからまあ実際どんなことが書けたらよかったのかねなんてところも含めて、えー、確認ということにしてみましょうか、えー、問題四十四番です記述の答案ですねまあ教示の規定というようなものが あ出ていいるととうことなんですねなかなか渋いところをついてきたんで「うん?」ってなった方もいらっしゃるかもしれませんがただこの問題のネタは実は本試験で択一で出てる2014年に2014年の卓一の一問題でで本試験で出てますだからあの教授の問題ってねあの改正の影響をほとんど受けてないのでまあ,あの特に今回のこの問題に出てるような あ、今の条文だと22条だっけ？のあたりの教授の要は救済規定とか大元の教授の規定っていうのは、これは改正の影響を受けてないんです。まあ、要は改正前の旧法から同じなんですね。っていうことを考えると、2014年の問題に出てるんだから、やっぱりあの出した側からすれば出てるのを覚えてたかなっていう。そういう感じの出題だったんだろうとは思います。ちょっとまあ難易度は高めだとは思うよ。これはだとは思いますけどね。 で今回の問題、えー、問題文の中見ますと行政不服審査法の規定によればあ処分庁の最上級行政庁ですか以下審査庁となるべき、えー、行政庁と言うに対して、えー、審査請求をすることができる処分につき処分庁が誤って審査庁となるべき行政庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができると強示してしまった。 表示された行政庁に書面で審査請求がされたときは当該行政庁はどのような措置を取らなければならないかということですねいつも言いますがあの問いの内容と言われるようなところなんですけれど、まあ、今回の場合、えー、4行目かな4行目のあたりですねその表示された行政庁にというところから。 取らなければならないかまでがこれが問いの内容になるよね。あの問いの内容に関してはこれはやはり本試験会場で。 えー、マーカーカ蛍光ペン使えます色は特に限定なく使えるんですね何色使ってもいいんだけどあんまり何色も使うとかえってあの大変なことになるんで1色ぐらいでとどめとくのが無難かなとは思いますがあの重要なとこに線引くというよりは記述の問いの内容に線を引くもしくは択一で誤っているものを選べっていう問題だけそこに 線をつけていくっていうことをやっとくと問題文の指示の読み取りミスとかそれから記述だったらそこともう1回書いた答えを照らし合わせてきちんと聞かれてることに答えているかどうかの確認をするっていうのはものすごく大事なことだったりしますあの記述の答案で点数が悪い人は大抵聞かれたことに答えてないの あの聞いてることに対して全然あさっての方向の答えを書いて私は答えたって言い張ってるだけっていうパターンが多いですこれは無料成績診断で返ってくる答案があの1,000通ぐらいあるじゃないでその中で点数が悪いのだけ見ると大体そんなもんだったりしますそもそも答えてないっていうだからそこをちゃんとこう照らし合わせないと、ね、いけないっていうのがあるのでこうやって問いの内容に目立つようにマーカーつけておくっていうのは一つの,あの作戦として有効なのかなということだったりはするんですね。 さてどのくらい書けたのかなということなんだけど、まあ、問題を見て、えー、ど,どんなことをするんだっけっていうのが分かんなくなりそうなら、まあ、今回の場合は多少図なんかを書いて考えてもいいかもしれません。というのはあの処分の、ね、名当て人になるべき人がっていうことがあるんでしょうからこう処分長がいるじゃない。 処分庁がいてその処分庁が A さんに対して何らかの処分をするときに表示をするべき内容として審査調査機を間違えちゃったつまり、えー、こちらで、えー、行政庁の X っていうものとそれから行政庁の Y っていうのがあってね でそれでその行政庁の Y がこっちが正解なんだけど間違えて X の方に審査請求ができるんだよって教えちゃったっていうそういうようなイメージなんですね。だとしたら私は教えられた通りこっちに審査請求しますよね。まあ、こんな感じになりますよね。 あの教授の場合の誤った教授をした時のリカバリーの仕方ですね正しいルートに乗せるための方法論として行政不服審査法上一つ注意しておくべき点はこの A さんの手は絶対に煩わせない。 だから正しい内容になるようにきちんと行政側で手を回すっていうのがこれが救済規定の大きな特色ですこれ卓越の知識として持っとくといいと思いますけれどあのどんな場面の救済であってもその名当て人というか処分の名当て人である今回の審査請求人の A さんを手を改めて煩わせるもう一回申請やり直させるとか審査請求やり直させるとかってことは絶対ないです。そうでではなくて行政側のところで ちゃんと正しいところに持っていけるように手を回しつつ一番大事なのはこの審査請求をしたタイミングでこれで正しいところに審査請求してるっていうふうに見なしてくれるっていうそれがあのとっても大事ななポイントになりますねあの今回の場合は結局 Y が正解なんでしょ y が正解であれば行政の中でその出てきた審査請求書を正しいところに持っていく持って行き方っていうのはまあ二つあるだろうってことになるんです一つは x が直接 y に送ってあげるっていうパターンが考えられるじゃないこれが一番手っ取り早いよね <laughs> っていうことになりますよねもう一個はこっちに返してこっちから処分庁に返して処分庁から送ってもらう。 このパターンかなちょっと矢印の形変えとくけどねあの x から直接 y に送っちゃってで基本必ず a に通知しますのであの細かいところはまたねうちに帰ってから条文でもう一回確認していただくといいけれど必ず審査請求人に通知するんですあのこうなりましたよって言っといてあげないとわかんなくなっちゃうから例えば x から y に、えー、その審査請求書を 送ってあげたんであれば X から送っったよって必ず A にに連絡を入れるっていうルールーなりますそれからあの X が処分帳に一度戻したんであれば戻したよって通知を X から A に入れてあげるで今度処分帳から Y に送った時は y, y に送ったよってことを処分帳から通知してあげるこれ解説のところを見るとある程度それが読み取れるような条文が引用されてるので、えー、89ページの解説のところだね。 解説の中見ていただいてそこの3行目以下ですか、えー、審査請求をすることができる処分につき処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として共示した場合その共示された行政庁に書面で審査請求がされた時は当該行政庁は速やかに、はい、当該行政庁というのが x なんですよ。 当該行政庁 X は速やかに審査請求書処分庁または審査庁となるべき行政庁が Y だ審査庁となるべき行政庁 Y に送ってその旨 X から A に連絡してやれってことが通知しなければならないって書いてあるでしょ。処処分も処分庁庁で X から送り返されたものを Y に送ったらまた処分庁から A にも通知するっていうのは別の条文で要求されてるんですけれどこうやって A さん大丈夫だよ安心してねっていうようなフォローをするっていうのが22条っていう規定だったりします結局今読み上げたところがきちんと答えとして反映できたかどうか誤って送られた審査請求書を 今回は一般論で書かなければいけないので問題文の表現を使うなら審査庁となるべき行政庁に送るまたは処分庁に送るそして審査請求人に通知するっていうこの3点がきちんと書けてるかどうかがもう採点のポイントということになるんでしょう。ではそのねだいたいどっちの答案だかわかるかな あのさっきさんざんブーブー言ってた方だね <laughs> あのね「字が汚ねえな」って言ってた方ですね「<laughs> あの汚いよこの「な」とか「な」になってないもんねこれ太いだもんねこれねあの意地悪な人だったら表示しなければ「な」太いってどういう意味ってそういう言い方をしてやってもいいぐらいのところなのでやっぱちょっともうちょっと丁寧に書いてもよかったかなとは思いますけれどあのね、えー、今回の答案の場合これ正しい審査長となるべきなんだろうな。 なるべき行政庁を書面でもって教示しなければならないと多分ね司法試験の受験生は行政不服審査法を勉強をほとんどしてないはずなのでだから知識が多分ないんだと思うけどこれは残念ながら罰だねあの0点ですねこれやっちゃうとさっきの一番やっちゃいけないことに引っかかってるでしょ。 あのこれ表示しなければならないってなったら A さんまたやり直すのって話になっちゃうのでそれはダメだよねあの必ず行政側で上手にちゃんと手を回してくれて。 そして A が審査請求をした一番最初のタイミング間違えた X のところに審査請求したタイミングで正しいところに審査請求をしていたと見なすというのが救済規定ですからだからあのそのことを考えるとちょっとこの答案はうーん残念ながら多分この条文知らなかったかなという感じの答案なんでこれは0点だね、えー、と問題児の答案です。 さっき前で喋ってたねあの渋谷の支店長の答案ですけれどどうなって今,今初めて見るんでね「正しい審査庁へ審査請求書を転送する」その旨を審査請求者に通知しなければならない。あのー 半分かけてるっぽいですね。これね。こういう答案の人多いかもしれない。あのまず一つああ良かったなと思うのはまあ、ちょっとこれ、その旨を審査請求人でしょうけど、ただこの審査請求人へ通知、えー、しなければならないというのはこれ。後半のところはしっかり。 えー、かけていますので、まあ、ここはおそらくバラバラに点数つけてあげてもいいかなと思いますあの実際の到達度確認もしの採点している人と気が合わなかったらごめんねあのそれ実際の採点している人は私ではないので、えー、向こうでどういう採点基準を設定しているかは私は知りませんのであのどういう採点をしてくるかっていうのは結構1回目の答案見るとかなり厳しくつけてるようなところはありますなんかちょっとわかんないけど普通本試験だったらこれ後半のところがかけているのであればおそらくこれで あの8点ぐらいはつくはずです。 発展ついてただこれが審査請求人であってほしいというところがありましたので、まあ、2点減点してここで6点ぐらいは上げてもいいかなという採点になると思います。で前半のところなんだけど正しい審査長というのはこれはあの非常に苦しく書いたのかもしれないけれど問題文の中の表現をなるべくそのまま使うというのは記述の問題の時の鉄則の一つです。問題文のの中に正しい審査帳のことは、えー、以下 1>, 1行目の終わりで審査長となるべき行政長って言葉が問題文の中に使われてますね。ってことはそれをそのままなるべく使う。 あの自分でオリジナルの言葉を編み出さないっていうのは記述の答案を作る時の確実に点を取っってていいくくつの手法だだと思ってください結局はあのおそらく採点をする人というのは1人で見てるわけではありません複数の人で見ていくことになりますので複数の人で見ていく時にはおそらく採点基準を設定してそれをみんなに配ってなるべくブレないように添削をしていくはずです。 ってなったときにはやはり向こうが想定している書いてほしい言葉がちゃんと入っているかどうかが採点のポイントになるはずです。 まあ向こうはおそらく条文とそれからこの問題文の中に出てくる言葉を基準に解答例を作ってくるはずなのでそれになるべく沿って答えを書いていくっていうのはまあこれはあの点を確実に取っってていく時のとのも大事な方法ですだからせっかくこれ間違ってないんだけどまああのより良くするんだったら審査長となるべき行政長って書きたかったなっていうところなんでしょう。ここはちょっと多めに見ておいてあげる で審査請求書を転送と書いてありますがここもあの実際の条文では送付だったね転送ではなかったですねだからここはちょっと原点材料になるかもしれません。言っっててることはは間違ってないけどやはりあの 行政不服審査法の規定によればって問題文の冒頭に書いてある以上条文の中で使っている言葉にどれだけ近づけて書いているかっていうところが点数をつ取るためのポイントになりますだからとにかく条文の文言と問題文の中で使っている言葉をどれだけ上手に使って回答を出しているかっていうところが大きなあ ね添削のポイントになるでしょうそれから残念なのは処分庁に送るというのを忘れてますね処分庁に送るを忘れてるんでそこは完全にアウトってことになりますかねですからまあ、全体としては前半の方でうんかなり甘く見てあげて4点ぐらい上げてもいいかもしれません ですから、合計でこの答案だったら10点ぐらいかなというのがあまあ1つの採点のポイントになるかなということですね。あのいくつかこの答案、人の答案見てると、なんていうんでしょうね、えー、この正解例だけを見たとき以上に、 あ、こういうところを気をつけなきゃいけないんだなっていうポイントがいくつか見えてくるはずなんです。だから他人がやっちゃったミスを自分はやらないようにするっていうことも、大事なま1、あ、つの教訓の素材になりますので、まあ、今言ったことね。条文の文言はやはり有名な行政法で聞いてくる。記述の条文は本試験で出てるものしか出てきてないです。行政法の記述の問題でかけと言われてくるようなものはまあ、総論が去年なんかたまに出てるけど、それから自治法も出てますけど。 手続き法も昔10年前に出たことありますけどあと残りはあね総論がもう一回即時強制が出てるかあそれ以外は全部事件訴訟法だったりするけれど出されてるもの全部卓一もしくは多種選択で出題実績があるものばっかりです全くの未知の条文を突然書けみたいな問題は出てきてないですだからやはりその意味であの事件訴訟法にしても今年だったら手続き法とかねちょっと怪しいかもしれません手続き法のあの 行政指導の中止の求めとかああもしくは処分等の求めなんていう38条の2とか38条の3は怪しいかもしれないだからああいうようなあここのところ卓一多種選択でガッと出てきているものとか卓一多種選択で条文の穴埋めのネタとして使われているようなものっていうのはより注意して見とくといいですどういうものが出てるのかなっていうのはより注意してチェックしておくとそれが まあ、すぐに1年後2年後に来るかどうかはあれだけれどただ近い年度の中であの記述の問題に転用される。 だからここ5年ぐらいのところでどんなのが出ているのかなというのは遠くにしっかり見ておくと非常に一ついい参考例になるんじゃないかなと思います。はい、というので教授自体はこれはね卓一で出るかどうかはあんまり改正と絡んでないのでどうかなというところではあるんです2014年の本試験の問題ね不服審査法の教授の問題は見たことなかったらぜひ1回見といてください。そこで問われれてていいる内容ぐらいが分かってれば まあ、択一対策としては十分です。だ今回二十二条。知らなかった方もいるかもしれないから、そこは、あ、今回で初めて条文を見たにせよ。今後もし同じものが出てくるようであれば、しっかり書けるようになっているといいかなっていう。そういうような答案、あの、問題でしょうね。さて、四十五番です。うん、民法ですね。ここは。 さすがに司法試験受験生とかそういうことになってくるとまあ当然知識があるだろうなということがあ まあまあありますよねで今回の問題の場合は一度皆さんご覧になっているので、えー、問いの内容自体が4行目のこの場合にはから主張することができるかというところだっていうのはまあこれは比較的わかりやすいですね4行目以下のこの場合 B は A に対して何と呼ばれる権利を行使してどのような内容の主張をすることができるかだから何々を行使して 何々を主張することができるっていう文章の何々の中を埋めるっていうそういうイメージになりますね。あくまでも問いの内容で問われてる順番通りにその問いの内容の一部の言葉もそのまま反復して答えを作るっていうのが一番オーソドックスな答えの書き方です。あのの点が悪い人はねこの順番を変えてきちゃったりとか 勝手になんかあの違う表現を使ってきたりとかするっていう答案をもし作ってしまっていたらそれはあの本当に点数が伸びない人の典型例なのでそこはあのそんな難しい話じゃないですから「何々」という,う権利を行使して「何々」を主張するのそのないところだけ埋めるっていう形の答案の書き方っていうのは少し慣れておくといいのかな。まあ、いきなり見てみようかうか、ん、そうね 同時履行の抗弁権うん、いいですね。これがまあ、これはあの入った人は多いのではないかと思いますが、同時履行の抗弁権を行使して、あまあ、このあたりはやっぱりあの司法試験受験生だと論文をね。書かされているので、論文の書き方も基本同じなんですね。あのちゃんと問題文の内容に合わせて、その表現を使って書くっていうのは多分。 あの、もう感覚的によく知ってるんでしょう。あの、何々を行使して、何々を主張するってなってるじゃない。この書き方は、一つ、あの、見習うといい。書き方ってことになってくるだろうと思います。そして、えー、その後半ですね。抗弁権って、やっぱり。 反論するっていうそういう権利なんですね。抗弁っていうのが裁判上の言葉で反論するっていうそういう言葉になります。だから反論する権利って話になるので、反論する内容を主張していかないとおこの答えにはならないですね。なので今回の場合は B が A に対してということになりますから、B さんは買い主で A さんが売り主だあとなると A に対してはやはり代金の支払いを拒む 主張ができるんだということがしっかり書けたかどうかが、一つのポイントです、えー。この人は、うん、書けてるね、代金のし。払いを拒む。と書いてますね。あの、抗弁だから。ここの部分が一番。実は大事ってことになります。あのー。 代金を支払うことを拒むとか、代金は支払わないと主張するとか、まあそうしないといけないねという話です。これがあの宝石が渡されるまでは代金を払わないことができるみたいな感じの書き方にしちゃうと反論の主張って形にならなくなってしまうので、やっぱり若干減点されてくることになるでしょうね。だから拒む。 拒否するんだとか払わないと主張するというその文末の表現はとても大事そして、えー、その間、うん、宝石のこの人は「宝石の引き渡しを受けるまで」というふうになってますので。 まあこれも悪くはないですねちゃんと宝石が引き渡されるまで代金の支払いを拒めますよということになるので、まあ、あのちょっとね贅沢を言えばうんこれ今回問題の回答冊子の中正解例1の方がいいと思うんです2よりも。2はまあ2でもいいかぐらいの回答例なんで1の方が望ましいかな。あの今回問いのの内容の中が え問題文の4行目以下で B は A に対して何と呼ばれる権利を行使してどんな内容の主張をすることができるかと書いてある以上は A とか B とかって本当は入れたいんです本当は入れたいってことになりますねだから入れるとしたらもうこれあの A が宝石を引き渡すまではぐらいの表現しか入れようがないのでまあ A, が A が宝石を引き渡すまではというのは入れてあげてもよかったかなあの今回えですねこの人の場合2文字余ってますので。 だったら、それを使って映画ってここに入れてあげても、良かったかなとは思います。まあ、それはあくまで、えー、加点材料という形にはなるんでしょう。まあ、どうかな、全体の出来もあるかもしれないけれど。うん、もうその映画が,が入ってないで、減点されるかどうかはあれですけれど。まあ、十八点から二十点ぐらいはつけてあげてもいい答案なんじゃないかなとは思います。まあ、映画で減点されれば、十八点かもしれないけどね。でも、まあ、それはいいやっていうなら、二十点つけてあげてもいいという、非常に出来のいい答案。 だということねここは書き方はやっぱり気をつけておかないといけないかなということですねあの分かってても書き方間違えると残念な結果になるということなんですねさて、えー、B は A に対して、えー、宝石の現実の履行の提供を受ける まあ確実に宝石の引き渡しを受けたいということではあるので別に宝石の引き渡しといえば、まあ、それでいいような気がするんですけど現実の利口の提供ってあの利口の提供ってねあのねそれって、えー、まだ。 あ要は債務者としてやるべきことをやったぐらいの段階が「利口の提供」っていうまあ弁済の提供利口の提供って話になっちゃうので現実の提供っていうのは宝石持って相手の家まで行きましたぐらいのレベルの段階でまだ渡してないっても受け取ってないっていう状態を意味してしまうものになるでしょうからちょっとこの表現は誤解を生むかもねやっぱり普通に今回の問題の場合問題文の中に「引き渡し」って書いてあるでしょ。 あのね、性格が出るんですよあのやっぱりどうしてもねこう蛾が強いとねあの自分で何か考えた言葉を書かないと気が済まないっていうのはまあまあ支店長さんの性格から出てくるのかもしれないけれどってフロアで見てるかもしれないけどねでもそんな感じだから問題文の言葉をそのまま使った方が楽なので宝石だったら宝石の引き渡しで全く問題ないと思いますむしろこう書いちゃうと減点されても文句は言えないでしょうね。 あの後半代金,の支払いを拒む代金の支払いを拒むとする同時履行の抗弁権を主張できるあのねさっき言ったでしょあの非常にいいねあの問いの内容の順番通りに書いた方がいいのわざわざ何で入れ替えるのかなっていうのがまあここね一つ出てきてます。ここのの別に少なくなくいいと思うこういうのは 結構多いんじゃないかと思うので、順番は入れ替えなくていいです。そんな創意工夫を発揮する必要はないです。全くあの向こうが聞いている内容通りに書いてあげた方が点数はつきやすいです。まあ、同時履行の答弁は書いてあるんで、そこは点数は上げてもいいと思うんだけど、うん？さっき何点と言ったか覚えてませんが、まあ、ここで8点ぐらいかなっていうことになるんでしょうね。で。 前半の方がなんか正しいような正しくないような代金の支払いを拒むってことは一応書いてはあるので、えー、その辺り含めて4点ぐらいは上げてもいいかなだから12点ぐらいかなっていうそういう答案になるでしょうね。あの1通目との差を ちょっっと感じ取っておいいください1通目の人は問題文の指示通りに順番通り書いてるあと問題の表現通りに書いてるっていうところが大きな加点ポイントになってます2通目の人はその順番を入れ替えちゃってる上に表現も問題文の表現をうまく活用してないっていうところが発展引かれた大きな原因だということになるんじゃないかなと思います。はい、それから問題の46、うん これはもう単純な知識問題なので、えー、変更を加えるためにはあ共有者全員の同意が必要だってことが書かれていればそれで十分です。あのー、今回あの書いてあります。えー、各共有者全員の同意が必要となるなんでこれはオッケーです。まあ、これで10点、もう2問2個あるからね10点10点でしょ。それから管理の方は、うーんと共有者の過半数じゃないね。 共有者の過半数じゃ頭数になっちゃいますね。こっちはちょっと点つかないね。っていう零点ですね。こっちはね。ということになるでしょう。あの持ち分の価格の過半数って書かないとダメということになるかな。えーとあら、えー、司法試験受験生一問目共有者全員の同意を得る必要がある。あちゃんと書いてますね。これは十点でいいでしょう。二問目ん共有者の過半数 の同意だめだねこれね、えー、0点ですね。と、はい、いうことなのであのここはもう条文通り書かないと点あ条文通りの条文の要件通り書かないとだめだねということになりますかうーんな,なんかあれだな20点30点、うん、これが10点2 0二十あそうあのやっぱり司法試験受験生が1問目0点だったのが響いてますね。あの植木支店長が 2点差で勝ったというそういう感じになってますけどね別にあのそこの勝ち負けをそこで争ってもしょうがないけど、まあ、そんな話ですか、はいえー、とまずは記述ね多分 DVD の中でそんなに詳しく記述の話はしてなかったみたいなのでちょっと多めに時間を取ってお話をしてみましたあのそれから多種選択なんですけれどどのくらいできました今回多種選択はどのくらい取れたかな 何問ぐらい取れた。二十点,点、おお、いいね。うんと。あんまり普段見たことない人に聞いてみようか。聞いてもいい。十四点,点ぐらい。ああ、どの問題が難しかったとかあります。四十三。あ、そう。あ、これか。四十三番がちょっと難しかったか。そっか。 はいえー、とそうね41番から、まあ、43番まで一応なんか出してる側では41番が難しいということになっているようですけれどまあ、それぞれ3つぐらいずつは埋められるといいのかな42番は優しかったんでねこれはあのー、しっかり全部埋まらないといけないということになるんだろうけれどまあ41番あのー、これ「あいうえ」って4つ空欄がもちろん開くわけですけれど。あのー 最初に埋めるべき空欄っていうことであれば、まあ、それはね、多分、うん、今回の問題の場合はうーんとウのあたりかな、空欄のうのあたりから埋めていくと取っ掛かりができて良かったんじゃないかなとは思います。他氏選択を解くときに空欄埋めるその憲法なんかの埋める時の候補の一番最初の選び方っていうのは。 あこれは条文の文言を埋めるような空欄がないかどうかそれをまず探すというのが一つ鉄則ですですから今回の場合実は2番目の「う」ね「う」も2箇所あるんですけれど2番目の「う」はこれ憲法24条条という条文の穴埋めになってますそしてえそこの婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し夫婦がうんぬんっていうようなこの「両性の合意のみ」というこの憲法の文言はやはり あまあ二十四条がややマイナーな規定とはいえ分かってほしいところではあるのでこの右のところに十七番の両性のが入るっていうのはこれはあここからとっかかりにできるとよかったかなまあこの問題はそういうことになりますかそういう話だと思ってくださいあの条文の一部の穴埋めもしくは昨年の多肢選択だったら判例の有名な定義の穴埋め検閲の定義の穴埋めになっている部分とか。 やはりあの憲法の場合は人権の判例から多多選択が出されることは多いです判決文なので当然その条文の文言を引いた上でそれに照らし合わせてこうだあだということを言っていくような箇所も出てくるわけでその条文の文言の穴埋めそれから有名な判例だったら判例のキーフレーズの穴埋めそこからまず潰していく。 であとはあ文法的に入るか入らないかを選ばなければならないような空欄も当然出てくるとは思いますけれどあの目の付けどころっていうのはそこになるのかなと思います今回ねうとそれから赤な2つ埋めて先に行っちゃった方がこの問題は良かったかもしれませんあのうから先に決めた上であのところなんですけれどまああ,あのところはね えー、4行目、えー、ですか内容の詳細については憲法が何とかに定めるのではなく法律によってこれを具体化することがふさわしいという言い方をしています。 憲法で何か明確に決めてしまうんではなくて法律の中で具体的に決めた方がいいんだということを言っているのでこれは与えられた護軍との関係でということになるけれど一義的といいう言葉が入っってもよかったかたなと思います。憲法のところである一つの意味を決めてしまうんではなくて、えー、語法律で具体化するんだということになるんでしょうね。 まあ,あ,のあと「う」が埋まればこの問題は良かった他の「い」のところであるとかそれから「絵のところかなこの辺りはうーん埋まる埋まらないは、まあ、これはその人の、ね、その時ののの人時感覚にももよるかもしれません特にカタカナ絵なんてね4番か20番で迷ってればそれでいいってそのぐらいのものです。 ね、尊重に値するなのか十分尊重に値するなのかをこれは知らないとどうにもならないところだったりはするのでまあ,あのもし間違えてしまっててもそこはあんまり気にする必要はないです。再婚禁止期間の意見訴訟なんでやはりあの重要度は高いことは高いですよね。 で昨年もすでに試験にも出ていますし憲法としては卓一問題に出ているので多子選択で使われてもそんなに不思議ではありませんもう一つ言えば民法の733条というのが再婚禁止期間の条文になりますね。民法の条は昨年民法法のの条はは昨年試験では出てないんですねだから民法の試験の中でどういう場合に再婚ができないのかっていうことをそれからあの100日経たずに再婚ができる場合はどういう場合か。 ね、100日経たずに再婚ができると民法733条が定めているのはどういう場合かっていうのはちゃんと思い出せるようにしておいた方がいいです。ねあのー、知ってる <laughs> まあ733条今条文を持ってる方はね見ていただくといいけれど、まあ、2つあるのよ。 まあ条文持ってない人もいるかもしれないから前に書いておきましょうか。100日待たずに再婚できる場合ね。 できるケースですが2つありますと733条2項というところに規定がありますが2つあります。1つはこれは、まあ、あの婚姻の解消または取り消し時ですねその婚姻の解消または取り消し時にどうなってたのかという話なんだけど婚姻の解消。 または取り消し時取り消し時に解体していないもう一つが ちょっと省略するけど解消または取り消し後ね出産 <laughs> って話になりますね。まあ丈夫の内容を書いただけだけど。 民法733条2項であの基本的には100日は待てってなってるじゃない。 あの女性が再婚するためにはあー離婚届をを例えば出しててから100日は間を空けろってことになってますこれ自体なぜなのかちゃんと説明できるようになってないといけないけれどちょっとまあそれは後に回すとして100日待たずに要はあ離婚届出してもう即再婚婚、まあ、婚姻届を再婚相手との婚姻届を出してもいい場合っていうのが2つあって1つはその離婚時に 妊娠していないことが女性の側がは,はっきりしている場合はこれは別に構いませんということになります。離婚の段階で妊娠していなければその後もし解体した場合は再婚相手との間の子供だろうということであのお父さんが2人出てくる確率がそこの段階で消えますのでこれはいいんです。でもう一つが離離婚婚後に子子供供をを産産んんだだ場合でですのあれば 産んだ段階でその子はおそらくあの婚姻解消から300日以内に生まれているので前婚の夫の子だと推定が働きますだからもうそれでいいんですその生まれた子が前の婚姻の関係の夫の子だって推定される次に妊娠した時はそれはもう再婚相手との間の子なんだろうという推定になるでしょうからだったらそれでいいじゃないっていう話になりますのであのこれ <coughs> 最高裁の判決は100日、ね、超えた部分だけ憲法違反だっていう言い方をしたにすぎませんけれど実は国会の方でより踏み込んでこういう場合は100日待たなくても再婚できるんだっていう規定をわざわざ置いてくれたというのがこの733条のこの平成27年の判決が出てすぐ 国会が動いて、えー、法改正をしてくれているっていうところです。でもう成立と同時に、えー、即日施行って形で施行されてますので、まあ、この733条2項で、あの100日待たないで再婚できる場合ね、この2つがあるんだっていうのはぜひちゃんとあの覚えておいてください。これ民法の 知識としてとっても役に立つ場面があるんじゃないかなとは思います。まあ、ちょっと今回のこの問題41はまあ憲法の判例としての穴埋めだったので、まあ、それはそれで1回穴を埋めた段階で読んで確認しとくっていうのは大事なんでしょうけれど、まあ問題としては割と難しめだと思います。これはね、空欄補充は2箇所ぐらい。埋まればまあいいかな？っていうようなものではあるんだけれども。ただ。 プラスアルファの知識っていうんであればこの条文はしっかりあの押さえておいてください民法の問題で、えー、この辺り聞いてくることは十分に考えられます。100日はこれはあの基本的に、えー、夫のこと推定されるっていうようなルールがこれは婚姻成立から200日経過後に生まれている場合か。 婚姻の解消から300日以内に生まれてる場合はそれは夫の子と推定します。っていうことは離婚した後すぐ再婚の婚姻届出しちゃうとでその後、ね、その再婚の婚姻届を出してから200日経過後に生まれた子が全婚の解消から300日以内にも生まれてるっていう状態になっちゃう場合があるのでそうするとお父さんが2人出てくることになるでしょ。 ね、2人のお父さんが出てきちゃった時にはこれは父を定める訴えという形で、えー、どっちがお父さんかというのを決めていかなきゃいけないって話にはなるわけなんだけれどそのトラブルを起こしたくないから300から200引いて100日は待てっていうそういう話をしているんだってことはちゃんと理解できるようにしといてください。親族ははやっぱり試験出ててくるる確率はここ数年見てると高いですよねだからあの婚姻関係の話じゃなくてその嫡出推定の話は2015年に記述で出てますから。 今度出るとしたら卓一でしか出ないからねそのことを考えるとやはり今の話はしっかり分かってた方がいいと思います。まあ、あの他選択としてはそう、ね、初見で見でたら2つ埋まればもう十分かなっていうそんなぐらいのレベルの問題です。で問題42番は全部埋まらないと困る。 問題42番はあテクニックんの問題じゃないです。この判例は極めて重要な違法性の承継に関する判例なので、あいうえ、1箇所ずつしか空いてないのは1箇所だけでも埋まるよねっていう、そういうようなあ意図から1箇所ずつしか開けてないんだと思います。でこの4つが全部埋まれば まあ、ある意味前の問題で2つしか埋まらなくてもそれでリカバーできるのであの4つきちんと埋ま,れ埋まることができるように埋めることができるように、えー、しておいてくださいこの判例はとても重要でところがなぜかまだ本試験には出ていないっていうねなかなか不気味な判例の一つということになりますか。あの違法性ののののは行政行政為の何の効力と関係するの 違法性の承継は行政行為の効力の中の何と関係するんだっけ二番目の人に聞いてみようか何と関係するの違法の姿勢の承継というのはこれは行政行為のある効力と関係するものとして出てくるものなんですね何と関係するのかっていうのはこれは やはりりしっかり分かっかか分てないといけないいいとけですだから先行行為と後行行為の違法性の主張は本来は別々にやるべきだっていう本来違法性の承継は原則的には認められないですね認めちゃいけないものだったはずです。それはその行政行為のある効力と関係するからって話になるんですね。うん、ちょっと一人下がってみようか。 そのピンクの T シャツの彼取り消し訴訟で行政行為のある効力が否定されるから取り消し訴訟なんだよね取り消し訴訟は行政行為のある効力を否定するためにやるものってことになるんですと言ったら何 そう、肯定力だね。これ、違法性の承継は、肯定力を否定するための論点。まあ、肯定力の論点と、これは密接に関連します。例えば、安全認定だって行政行為なんだから、それ自体には肯定力があります。本来は安全認定の取消訴訟のみで、それは主張するべきなんです。で、この後の建築確認もも,もちろん行政行為です。 建築確認が行政行為だということはそれは建築確認の肯定力は建築確認の取り消し訴訟で否定するべきなんです。にもかかわらずなぜでは建築確認の取り消し訴訟の中で安全認定の違法性が主張できるのかな。 本来ならバラバラにやるべきところをなぜ建築確認の取消訴訟の中で別の行政行為である安全認定の違法性も主張できるのかってことについての答えを出したのがこの判例ってことになりますのでその肯定力との密接な関係性があるものだっていうのはしっかり分かっててください。だだかから目的がが同じだとととと一体とした手続きであるるいいうよううよな話がまず出てくるというのははこれは あの最初の空欄の後かいがそうでしょ「あ」とか「い」とかは一体の手続きとして昔は行われていたあの安全認定はこの判決が出た頃はまあこの判例自体が新宿区のマンションなので新宿区長が安全認定出してます。で建築確認は建築主事が出すもしくはなんか民間の設計事務所が出す場合もあるかもしれませんけどまあ建築主事が出す担当者は違うんだけどまあ結局目的は一緒なんですよ。 あの避難を安全にさせるためにというので、えー、目的は全く一緒だってことになります。ね、でそうだねそもそも安全認定自体何のために出してるのかっていうのももし、えー、ご存知なかったら知っとくといいと思いますよ。<laughs> はいあのマンションを建てる敷地があるでしょ。 マンションを建てる敷地は必ず建築基準法の要件を満たした道路に接してなければいけません宅建とか勉強したことある方はご存知かなここの接道要件というのが要求されることになりますね。これも建築確認を出す時の大事な要件になるわけですよ 道要件をきちんと満たしているなぜあの道路に接してなければいけないかといったらここに建物が建つわけですから中の人が逃げることができるようにね避難が安全にできるように一定の幅で、えー、接してなければいけません。 この道路の幅自体もあの基本4ー以上の道路でなければいけないというのは有名な話ですね。あの前の面の道路っていう前面道路という面道路いううよななものになってますこの幅が狭いとこだと実際再建築するときにあのセットバックっていって4ーの道路になるようにちょっと敷地奥に入らなきゃいけないなんていうことが求められたり一軒家の場合だとそういういことは多かったりしますよねそれから道路に面してないような建物が何らかの形で現在建ってしまっているという下町の ところの建物なんかだと再建築が不可になる物件とかも出てきたりするでしょでこれあの道路の幅がまあ満たされていることを前提にこの接道要件ねこれを満たしてない時にこの接道要件が駄目な時に安全認定を受けなさいっていうそういうあのシステムにこの判例で出てきた安全認定は使われているの。 でマンションだから延べ床面積で計算するんですねだ各フロアの面積全部足してこの判例で建てようと思ってたマンションは2800平米かな延べ床面積がだ結構な大きなマンションなんですだから東京都の条例で接動要件通常これ 2m ーー以上のところ、えっとね、6m ーー以上っていうそういう厳しい要件を課してたの。 で東京都の条条例例でで、まあ、上乗せ条例ってやつですねそれで 6m ーー以上接しなきゃいけないと言っててもしそれ満たしてなかったら新宿区長の安全認定というものを満たしててなないいけど大丈夫って認定を取りなさいそれがなければ建築確認出さないよっていうのがそもそものこの判例の出発点になるんだっていうのはちょっとあの、ね、この判例を理解する前提としてあの知識として持っててください。 ねあのー、安全認定は例えばここの幅がその6メー,ター以上なくても他から逃げられるなら。 周りりにあんまり建物がなくて要は道路の側じゃないところでも逃げられるような状態になっていれば安全認定が出たりするっていうそういうようなものらしいんですけどその安全認定が出てでその上で建築確認というものが出るその前提条件になるんだよ。道要件満たしてない場合の、ね、っていう話になるの。で両者の目的とそれから手続きは「あ」と「い」のところにあるように一体的で同じ目的だってことになるんです。ただ第二段落の 中の他方以下に書いてあるようにこの安全認定そのものはあ業者にしかか連絡がかないいなだから周辺住民が大体これ建築確認なんかで争いたいっていう立場に立つんでしょうから業者さんは別に争いたくないじゃない安全認定はあの業者にしか行かないつまり周辺住民はそれを知ることができません知ることができないうのところで手続き的な保証がないじゃないか。 安全認定の取消し訴訟の出訴期間が過ぎましたと言われてもその安全認定があったことを知ることができないんだからそもそもその出訴期間内に手続きを取る保証ってものが住民に与えられてないじゃないか、ね、だからには手続き的保証って言葉が入るのそれからもっと言えば安全認定があったことを知ったらじゃあそこで取消し訴訟をするのが普通かな 安全認定があるったことをたまたま周辺住民が知ったとしてもおそらく建築確認が出てからそこで争おうと思うのが普通なんじゃないかな。 そのマンション建設に反対している住民の集会では安全認定が出ましたいよいよこれで戦いは新たな段階に入りましたこのあと多分建築確認が出るはずですとまるまる建設の野望を打ち砕くためにはこの建築確認が出た段階で取り消し訴訟を起こしてそれで一泡吹かせてやりましょうと弁護士との打ち合わせもね本格化していかなければいけません頑張りましょうみたいな感じになるのが普通です。ね そこ安全認定出たから取り消そうぜみたいなことには普通はならないんじゃないのかな、はい、だからカカタカナの絵ですよだから安全認定が出たことを知ってもそれで取り消そうとしなかったからといって不合理ではないんじゃないのということを言ってるの。 はい、あのこの判例今のね流れでこれ空欄全部大事な言葉を開けてるんですだからあのどんな事例だったかなっていうのとかふ、まあ、普段授業とか受けてる方だと聞いたことあるような話かもしれないけども、まあ、忘れかかってたらねそれから初めて聞いたっていう方はあこれ判例の背景分かってないと何のこっちゃよく分からない判例だったりするので今の流れはちゃんと把握できるようになっててください。はい、あとは43番だね。 あのち地方自治法の話が出てますが、まあこれね。あの難しく感じたかもしれません。けれど、あといはこれは読んだら埋められるといいかな。だって。明らかにあはこれ消滅事項の話をしてます。2行目あたりでまあ、1行目から2行目あたりで。 まあ、時効の延用、まあ、3行目がいいか問題文の冒頭から3行目で時効の延用を要することなく時効期間の満了により当然に何とかするからって言い方をしているので、まあ、どう見てもこの地方自治法で取得時効の話は出てこないだろうね金銭の給付っていう言い方をしてるし消滅時効だろうなっていうのはこれはあの1行目から3行目読んだら気がつかなければいけません。 これ5年の時効消滅にかかるというのはぜひ知識としても知っておくといいです。自治法のところで、えー、金銭の給付普通地方公共団体にお金を請求する権利を住民が持っている場合は消滅時効は5年です。5年以内に請求でできる日から言わないと時効消滅です逆もね 地方公共団体が私たちにお金をを請請求求すするる権利を持っている場合も請求日から5年でで消滅ですだから7番には消滅が入るこれは確実に分かってほしいさらに「い」は消滅事項の主張が何とか速に反し何とか速って言ったら審議則ぐらいしか出てこないからだから審議則だろうって話でいいんだと思います。ということなのねでなおかつこの第一段落読んだら何の判例か分かるようになってて。 ここまで読んだらあの話だなってことに気づいてくださいとっても大事な実はこれ本試験で卓一でで一出たことがある重要判例です、まあ、年月日見てもそれでわかるというのはなかなかいないと思うので第一段落読んだら分かってください。これねあのブラジルに移住した人が被爆者の健康管理手当を請求したっていうそういう有名な判例です。 あの広島で被爆した人原爆でこれ鍵、えー、括弧被爆者っていうような診断が出るとこの人には健康管理手当っていうのが出るんですね。 ということになるのところが外国移住で執権するっていうこれは 「はい、402号通達」って呼ばれる通達が当時,当時の厚生省今の厚生労働省から出されてたの。でね歴史の流れをご存知の方も多いかもしれませんけれど広島で原爆に被爆されてまあ生き残った方ね結構少なからずの方が広島を離れてます。 やはり広島で生活できなくなってしまっているそれから日本を離れている方も結構多いですなぜかというとやはり生き残っても結構火傷の跡が残ってたりとかまあ、ケロイドって言いますけどねあの火傷の跡がかなり全身に残ってたりするっていうのを見られたりするとなんかその放射能が映るとかね そういうようういいいよななな職場でいじめにあっっったたりとかかていうのは珍しくなかった話なんだそうですだからやっぱり日本に居づらくなってブラジルに移住したりとかあ外国の方が被爆している場合は韓国に帰っちゃったりとかっていうケースがあるんですこれ2つ最高裁で判例があるのでこの人はブラジルに一家で移住してるの。で外国に移住したら健康管理手当もらえませんっていうような通達があったために結局何回かは請求したんだけどもうそれ以降請求するのは諦めちゃったんですね。 でその後この通達は、この通達は廃止されます。通達が廃止されますで、この通達が廃止されたので、まあ、ちょっと簡単に書いちゃえば、改めて請求したっていう。 通達が廃止されたから改めて請求したのそうしたら5年の消滅事項があると広島県が言い出してつまり請求日から5年以上経ってる分は払いませんと直近5年間の分しか払いませんみたいなことを広島県がのうのうと言い出したの。でふざけるなって話になったっていうそういう判例ですです結結果的には第一段落が全部の結論です。 審議則上事項を援用しちゃゃいいけない場合があるんじゃないか今回はなんでブラジルに移住した人がお金を請求してこなかったかといえばこの違法な通達を国が出していてそれにのっとって広島県が事務処理をやってたから諦めちゃゃってたんじゃないか悪いのは誰だって言ったら広島県だろう。 広島県が違法な通達に従った違法な事務処理さえしてなければこの人はブラジルからだろうが何だろうがちゃんと請求ははもっとこまめにしてたはずなんですそれをやらせなかったのは広島県が悪いのににもかかわらず5年以上前のやつは時効で消滅してるんだからお前には払わないみたいなことを「能うというのはおかしいだろう」「う審議則上これは時効は使えませんよ」っていう、あのー、本試験で審議則に関する判例の一個として出されたことがあります。 なのでそれについてのこれはあ問題とということになるのかなまあ,あのその知識があったかなかったかは別にしてですね「う」のところなんかは、えー、時効についてねこの第二段落ところでの後から読んでですね同規定が上記権利の時効を消滅につき えと外部通・地方公共団体による「援用を要しないこと」としたのは上記権利についてはその性質上法令に従い適正かつ何とか的にこれを処理すると書いてあるけど「援用を必要としない」ってことは5年経ったら自動消滅になるこれはすべての案件で同じように扱いたいからですね。 つまり画一的にに処理したいってそういいとうううそ話になりますカカタカナウは19番が入るということになるんでしょうこれは前後関係から処理するしかないのとあの卓越知識的に知っててね5年の時効消滅というこの地方公共団体に対する住民の金銭請求の権利逆の地方公共団体側から住民に対するお金を請求する権利5年で自動消滅で放棄もできないの。 なぜかといったらカタカナ「ウ」に入る確率処理をしたいからっていうのはこれは大事な知識として持っててください。ね、そして最後の「カタカナ」「え」はこれは条文知識なので地方公共団体は法令2でまあこれは前後関係から違反は分かると思うのであの最後の9番ね「え」に「9」が入るのは分かってほしいなっていうところはあります。あの2条の16項あたりは以前本試験出てる あのね地方公共団体は国の法令に違反して事務処理をしてはいけません市町村は都道府県の条例に違反して事務処理をしてはいけません広さの問題ねあの。東京都は日本の一部でしょ ってことは日本の法律に違反して東京都が事務処理することはできないはずです渋谷区は東京都の一部でしょってことは渋谷区は東京都の条例にも違反して事務処理はできないはずですあのこれら違反しちゃったら全部無効です その事務処理は無効です。2条16項17項っていうのは、これはちゃんと覚えておかなきゃいけない大事な知識になります。あの、地方公共団体の事務っていうのは去年の試験でも問われてるけれど、地方自治法の中の論点として、きちんと押さえておくべき、一つの大事なテーマです。2種類あったよね。地方公共団体の事務っていうのは、現行法上では2タイプに分かれますね。 まあ大きく言えば地域における事務って言い方になるけど地域における事務の中は2タイプに分かれるでしょね。そうね自治事務と法定受託事務ってものに分かれますよね。法定受託事務は1999年まではどういうような事務と呼ばれているものが多かったかって3番目の人知ってる そうね機関委任事務って言ってて言ましたね機関委任事務と呼ばれているものがその大半だったってことになりますかあのそんな話も今回の問題を通じて知っておいていただくといいです。地方公共団体の事務って1999年までのところだといろいろ他にもあるんだけどそのうちの一つに当時機関委任事務っていうのが ありましたでこれの大半が実は2000年以降は法定受託事務ってものになってます。 本試験の中で機関委任事務っていう言葉いまだに出てきますので、これはちゃんと知ってた方がいいです。合わせてもう一個自治事務っていうのがありましたね。っていうのがあったでしょ。これはきちんと把握しておいてください。で、あの法定受託事務と自治事務ね、まああの今回地方自治法の問題なども何問か出てましたけれど。 まあ法定受託事務と自治事務について試験問題で問われるとっても大事なポイントもちょっとお話ししときますよ。ねまああの一個一個の問題のね解説はこれはあまあ1週間経ってるんで、えー、あとは DVD の中でも触れてるでしょうからあれなんだけどあの機関委任事務とじあじゃない法定受託事務と自治事務でさえとかなきゃいけないことっていうのはいくつかあります。例えば こんな感じの表にしてもらうといいと思うけどねはい条例の制定はちょっと言葉を省略して自治事務と法定住宅事務でどう違うのかそれから さまざまなところが行う監査はどう違うのかさらには議会の議決の追加。 議会の議決事項の追加はどう違うのかそれから大執行はどう違うのかまあまあ4つぐらいにしとくか。ね。順番にまた移していくから一応縦列が4項目ね。 4項目で横列が自治,自治事務と法定受託事務で、えー、2項 4×2、ね、の,の表にしてくださいでの表にしてまあ一個一個移していきますけど、はい、まず条例の制定権限ということになったらこれ自治事務と法定受託事務で条例が制定できるできないに違いがあるかというとこれあの自治事務について条例の制定はまあもちろん。 法令の範囲内で自由にできますし、それから法定住宅事務についても同じように自由にできますね。あのやはり自治事務と法定住宅事務でどう扱いが違うのかっていうのは地方公地方自治法の問題の中でよく出てくるテーマの1個。特にこの条例の制定について。 条例の制定について自治事務と法定受託事務で扱いが違うか同じかっていうのはものすごくよく出てますねものすごくしつこくしつこく出してくるで条例に関する問題もなんか毎年出るような感じに最近なっちゃってるので、まあ、その意味ではその中の一個のネタとして必ず使われてくるもんですこれだけ繰り返し出てるのに間違えたら恥ずかしいこれは。 これはももうねでできるのががマナーみたたいいいなもんだと思ってた方がいいです向こうがこれだけ繰り返し出してきてるのになんで間違えるんだっていうのはやっぱりあの本試験の過去の問題ちゃんと見といてねあのそこで何回出てるかっていうのはしっかり確認が取れるはずですこれは間違えちゃいけないこの問題が出たら。それから次ね監監査査いろろんなところが監査しますあの議会が監査するのですごい有名なやつだったら百条調査権なんてあるじゃない。 あれもチェックの一つの権限の行使の仕方だったりしますしそれから監査まあ監査員の監査とかねもあるでしょ監査員が監査する時はどうなっているかとにかくいろんなところが監査をするっていう場合にははい自治事務についてはこうなるね原則できるってそういうこと。 あの大事なのはこれです。条例の時になかっった原則って言葉が大事つまり手を出しちゃいけない正規があるの自治事務でも監査しちゃいけない正規があるのその正規には手を触れるなよっていうことになってるから原則できるよって話になってるの。じゃあ、はい、法定受託事務はどうですか一緒です 原則できるの。だから、ここも手を出してはいけないところがあるの。ね、監査の場合は監査の場合で、えー、自治事務法廷受託事務とも対象になります。ここも扱いが同じか違うかを聞いてくる問題はものすごく出てますね。なので、しっかり反応できるようにしとかないといけない。それから、はい、議会の議決事項の追加。九十六条二項というところで、議会の議決事項として。 もともと96条1項に15項目ぐらい議議会のの決決がななけければ決めちゃいいいいこととっててうー書あります例えばあの予算を確定させるとかその条例の制定開廃をするとかあ決算を認定するとかあ外部の団体と契約をするとかっていうようないくつか議会の議決がないと決めちゃいけないことっていうのがだっと並んでるんだけどそれ以外に付け加えたい。 地方自治法で議会の議決は要求してないことなんだけど付け加えたいぞっていう場合に、はい、自治事務は、はい、これはあのー、自由にやって構いません。と、まあ、言えば条例でっていうそういう話でしょうね。条例でご自由にどうぞ付け加えてくださいってことが認められてるって話になります。はい、法定住宅事務はどうだったかというと。 条例では一緒なんだけど原則ですだから法定受託事務の場合は自由に完全に自由に付け加えることはできない一部手を出してはいけない議決事件に加えちゃいけないことがあるっていう話がありました。にはい、大執行はどっちが対象になるかといったらあのここで言ってる大執行は もちろん法定受託事務がターゲットになるものです。あの自治事務は大執行のターゲットにはなりませんね。なりません。大執行については自治事務はターゲットにはなってません。あくまでも法定受託事務だけがターゲットになります。ね大執行ってあの行政大執行法の大執行とは別物ですよ。 行行行政大執執法上の大執行とは別物ね245条の8ってとこに出てくる245条の8ってとこに出てくる関与としての大執行ね関与としての大執行の場面ですだからあの関与としての大執行の手続きの流れっていうのもきちんと分かるようにはしといてください。ねあの法定受託事務の処理が違法性があるとか。 それから法定受託事務をやるとしてやるべきことを都道府県がやってないような場合などあの法定受託事務の処理に問題がある時に勧告を出して大臣が勧告を出して勧告しても言うことを聞かなかったら指示を出して指示を出しても言うことを聞かなかったら高等裁判所に訴えを起こして。 で、高等裁判所の言うことも聞かないときに初めて、えー、大執行って話になるんだっていう。これが大執行ってやつね。245条の8ってところに出てきますね。はい、というので、まああのね。1個の問題見てるといろんなことが出てくるでしょ。 あの一つの問題からいろんんな知識が確認でできたりはするんでするだから今回これ穴が埋まりはいいってもんではないですから穴が埋まったとかどうやって埋めるのかなって話とと,ともにやっぱりプラスアルファでいくつかあ、ね、知識を呼び起こしておいてください。特にあの自治法は苦手にしてる人が多いと思うのね苦手っていうかあんま手出してない人が多い科目分野の一つだったりはしますけれど。 おやはりあの行政法でしっかり点取るためには地方自治法がどれだけききちんと反応できるかどうかっていうかいのはものすごく大事ですだからす、あのー、だあと140日の過ごし方だかなんだかね6月ぐらいに話した時にもそういうことを言ったんだけど行政法はまずは総論と自治法からその2つからきちんと片付けてその次に手続き不服審査事件訴訟国媒ってそこを潰していく。 あの出てくる順番は総論で自治法一番最後になるでしょ一番最後になるとどうしてもやらなくなっちゃうのねどうしてもやらなくて結局やらなくていいやみたいな感じであの本番を迎えちゃうケースがすごく多いですでもそれはすごくもったいないですもったいないですあと場合によっては2014年みたいに記述に自治法が出てきちゃったって文句は言えないのでだからまずはお尻と前からグーッと潰してしまうっていうのがあの一つのやり方だったりはします。 なのであの今からでもいいから自治法はちゃんと他のの行行政法の勉強とと同時並行的にに一緒にやっいいいた方がいいです、あのー、今ぐらいの時期に少なくとも9月いっぱいぐらいまでにやっとかないともう10月に入ったら多分手をつけることはできなくなっちゃうのであの9月中に一度まずは本試験の問題にどういうものが出ているのかそしてその中で繰り返し出ているものがどういうものがあるのかというのはしっかり確認はしといてください。そんんなななにいいろんな論点から出されてないので あの指折り数えていくつかの論点からしか出てないですからね言った方がいい大体大体分かってるでしょもうね大体分かってるでしょで終わるとあのこれが YouTube に上がった時にすごいクレームの嵐になりそうな気がしますから一応言っときますかあのねどの論点からっていうので地方自治法のね テーマですけれどちょっと紙がひっくり返ってるなまずは目的条文はちゃんと見といてね目的条文はちゃんと見といてください。これは あ2014年には多種選択で目的条文を穴埋めさせる問題も出ちゃってますのでやはり目的条文は択一多種選択ともに非常によく出てるところだからあのしっかりと分かるようになっててください1条ってやつね。でこの目的条文の中に実はいろいろとどんなことを自治法が定めてるのかってことが書いてあってその中でさあ論点なんですが最初がやはり種類なんですよ。 地方公共団体の区分って言い方を目的条文の中ではしてるんだけれどあの普通地方公共団体と特別地方公共団体があるとかさで普通地方公共団体の中には都道府県と市町村があるとかさでその市の中には大都市の特例でね、えー、指定都市と中核市があるとか指定都市は人口50万以上だけど中核市は20万以上だとかっていうのがあったでしょ。 ああいうような話とかあの特別地方公共団体だったら組合とかあそれから特別区とかあさらには財産区っていうのがあったよねとかで組合の中は一部事務組合と小域連合に分かれたねっていう本当に種種類類ののところですねそれから種類の次が今前に書いてた事務なのよまあ去年の試験で事務について例えば自治事務の定義なんか問われてますからね。 法定住宅事務以外のものっていう有名な定義があるんですけど自治事務とは何ですかって言われたら法定受託事務以外ですっていうそういう条文が実際に地方自治法の2条の条項ってとこにある多分2条の9項だと思うあの今条文持ってないんであれなんだけど多分2条の9項のはずで2条の9項あたりにあるからそれをおーそれなどを含めてあとはさっき書いた「表能」の話ですね ああいうようなことが試験で問われてくるっていうのがここれが事務のところですそれから事務が出てきたら次は地方公共団体ってどういう組織づくりになってるのかって話なんだけどあの最低限先に抑えるならねあののの議会の個別の論点なんてそんななに試験出てないですそれから長について要は知事とか市町村長の個別のテーマもそれほど出てるものではないんです。やっぱり これですおさと議会の関係ねこれですあの議会の議決を再議って言って突き返すのはどういうような場合かとかこれも任意的な場合と必要的な場合があったからとかあとは 不信任議決が出た場合知事や市町村長はその後どう対応するのかとかあと専決処分というのがあったでしょうとかあの辺りの話がやはりものすすごくよくよ出てますねあのやっぱりどうしても食わず嫌いの人が多いから一番出てるところからバッ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 って潰しちゃってそれ以上やるかやらないかはもうそれはもう戦略的な判断というのに任せます。 ただあの一番よく出てるところをまず潰すっていうのはこれはあ、ね、確実に点取るためにはどうしても避けられないから、はい、それから次ね住民関係です。で住民関係というので、まあ、住民の定義であるとか あの選挙権非選挙権とかその辺りの話なんでしょうさらに住民というところで出てくるその他のねまあここはだから要件とかっていうのがまず出てくるんだろうけど住民ってなんだっていうね要件が出てきたりそれから何といっても直接請求ですよ。で直接請求が出てきたりさらには。 住民監査請求や住民訴訟かこの辺ねあれ全部住民だってことでできるもんなんでもうこの辺は一個の論点ってことになるでしょうねなので住民として要件、えー、生活の本拠が ね、あるところのお生活の本拠がある場所がその住所があるところで,でそこにいるんであれば住民だ住民は国籍関係ないでしょ人間じゃなくてもいいよね会社だっってて住民になれるってそういうい話でしたねだけどあのその中で直接請求って言ったらそれはあの署名を集める何分の1の母体になるのは今度は日本国民じゃなきゃいけない有権者じゃなきゃいけないとかさそういう話が出てくるじゃない。 とかそれからじゃあ逆に住民監査請求の住民ってどういう人ならできるんだろうとか一人でできるのか50分の1以上の署名必要なのか3分の1以上の署名が必要なのかとかっていうような話などまあやはりこの辺はものすごくよく出てますねそして住民の次に出てくるとすればちょっと単発のテーマで公の施設とかさこれ記述に出てるね公の施設ねそれから 最後が関与だよ最後が関与だってことになりますで、この関与はこことぶつかるから関与の話っていうのは結局はあのこれとぶつかる事務の話とぶつかる あの冒頭の方に出てくる事務の話とそれから終わりに出てくる関与の話っていうのは一緒に導入されたものなので両者は関係してますなのでそこの両者の関係性みたいなものは去年の試験の問題を見ると実際関与の問題が出てるんだけど選択肢のうちの2個ぐらいはその法定受託事務と自治事務の定義なんですね。 で残りの問題で関与の是正の要求とか是正の指示の話を聞いてきてるの何で一緒になってるかっていったらそれはもともと99年までは機関委任事務に代表されるように地方は国の出先機関みたいな感じで仕事をやらされてるものがほとんどだったんです。都道府県ののの業務務6割は機関委任事務だったの だからほとんど国の厳しい監督のもとで自主性なんか発揮することができないまんま活動してたのをやめるためにまず機関委任事務を全廃してその上で自治事務と法定受託事務って新しく業務を2つに分けさせて でその法定特に法定受託事務はこれ第1号と第2号に分かれるけどね第1号法定受託事務は本来国がやるべきことなんだけど法律上は権限はもう都道府県市町村特別区に移して。 でそこが処理することにするけど本来国がやるべき役割だから国もある程度口は出せるよっていうスタンスを作ることでその国が口を出すところのルールが関与ってところに全部、うん、集約して定められたって話になってるの。だからあののの去年のところで関与の話が まあ予想通りドンと出てきているのでやはりその関与の話は引き続き注意はしとかなきゃいけないんですでもね結果的に1231234566項目ぐらいしかないのよ。 あのテキストとととか見るる他にもいいいっっぱい載ってると思いますただあのまずやるべきなのはこの6項目だってことになるので例えば本試験の問題だってまずここの挙げた種類、えー、事務う町と議会の関係あとは、まあ、住民関係細かく分ければもうちょっと増えちゃうけどねその住民絡みのところそして、えー、公の施設関与に絡むこの6項目に関する問題だけピックアップしてまずそこで何が出てるのかをちゃんと確認するってことをやるだけでもこれはあ自治法の知識を 上げて点を取るためには非常に重要なあ話だし、それがそれやるだけでも点は取れるようになると思いますね。あの食わず嫌いだから基本的に手が回ってなくてやってない人がほとんどなので、あの一度ここの論点だけでもやってみましょうっていうそういう話になるんだと思ってください。 はい、えー、でですねなんかいろいろそんなあ発生する話をしてたらあらもう6時半だっていうね <laughs> のことに今気が付きましたから、えー、と一般知識のことでもちょっとと触れときますか今回の一般知識はそこまで難しくはないようなテーマが出てるんですがただ出来があんまりよくないかもしれないね。 という気がします。あのー、問題47。各国の大統領、これはなかなか難しいですね。難しい問題だったような気がします。ただ、あのね。1番2番3番まではちゃんと押さえとく必要がある。 うん、今年各国の政治制度って感じで出る感じはなんとなくしないんだけどでもやはりアメリカイギリス今回イギリスないけど大統領いないからないけどあのやはりアメリカイギリスの政治制度は日本の政治制度との比較って意味ではやはり毎年必ずチェックしておくべきテーマの1個になります。でアメリカの場合は何といっても大統領の選ばれ方がフランスとは決定的に違う。ね だからトランプとマクロンでは選ばれ方が違うってことこになってきますねフランスはやっぱりね白黒はっきりつけるのが好きな国民性がものすごくはっきり出るのでもう直接投票でダイレクトに投票させるで過半数取れない上位2人の候補者がいるんであれば決選投票をしても白黒はっきりつけちゃうっていうのが非常に分かりやすいフランスの大統領の選び方だったりするけれどアメリカは あの、11月ぐらいに去年やってたですね。あの大統領選挙のやり方というのは、有権者はトランプとかヒラリーっていうので投票してないんですね。あのそれぞれの州ごとのところにいる大統領選挙人に投票するっていう形をとって、その大統領選挙。人がどっちの党の支持なのか。もしくは第3の候補の支持なのか。大統領選挙って、あの30人20何人候補者が。 実はは最初のの段階ではいるのででだんだん絞られていって最終的に有力なのが2人ってなっただけですからその2人のどちらかに大統領選挙人がついてるのかっていうのでそれであの各州ごとの,おその勝敗が決まっていくってことになりますからでなおかつ各州ごとで例えばトランプを支持する大統領選挙人が、まあ、過半数を占めた場合には総取りしていくっていうのが基本的なやり方ですよね。 だから大きい州でトランプが勝つと一気に30何秒とかドガーンと入ってグッと票差が開いていくっていうようなことがあのリアルタイムでずっと伝えられてたっていうことがあったりしたじゃないだからあの1番2番3番あたりまではしっかり分かっておいてほしい。ってことになるかな特にアメリカとフランスの大統領の権限を対比しておくとこれは非常に勉強になると思います。 あのフランスはフランスの大統領制を作ったド・ゴールさんという方がいらっしゃいますけどあの人はアメリカ嫌いだったのでアメリカは嫌いで嫌いでしょうがないというそういう人だったものですからだからあのよく分かんないのはド・ゴールさんはあの戦争中ねえフランスは早々にに戦争に負けますフランスってあんまり戦争に強い国ではないのであの早々に負けてパリはナチス・ドイツに占領されますね。 であれずっと最後まで占領されてますよね。で、あのフランス自由政府っていうのをイギリスに作って、そこにいたのがドゴールさんなんですけど、あのイギリスに逃げさせてもらった割にはイギリスのことも嫌いだったみたいね。だからどうもフランアメリカイギリスが両方嫌いで、なので大統領の制度も違うんですよ。 同じ大統領なんだけど徹底してアメリカと違う感じの,あの状態を作ろうとしてるっていうので権限がものすごく強かったりとかあ議会の解散権持ってたりとかねあの権限が違ってくるのはこれはアメリカとフランスどうもアメリカ式の大統領制は取りたくないっていうようなところから出てきてるものが多いみたいです。任期も年年年なんでですすよねアメリカししょフランス5年だったりするし あのその辺の違いはあまあいろいろと対比しておくと面白いかなイタリアはいらないよイタリアはいらないと思うこれはあの別にもう気にする必要ないですこんなのは韓国はまあうんまあ今回解説だけでも読んどけばいいのかなと思いますはい問題48の国連なんだけど成り立ちは 2015年かなんかの試験で出ましたねね国連は、ね、だからもうちょっと中身をというのであればやはり今回の問題のレベルの内容だったらあ例えば「う」のところの安全保障理事会の手続きの要件なんかはちゃんと押さえておきましょう。ね、ということになるんだと思います。そそれからそうだね活動などについても うん今年だったら出てきてきもも悪くないかもしれませんですのであのカタカナの「あ」とか「い」のところはあ知っておくといいのではないかなということになるのかな。あの国連の国連憲章って言われるものの中で。 国連憲章って言われるものの中で、六章っていうのが、これがどちらかというとその話し合いなどの平和的な解決を図っていくっていうことのルールが書かれてるものだったりしますね。で、国際紛争が起きたときに第6章のルールっていうのは割と平和的に解決をする。 別に武力は使わないっていう形の話し合いによる解決のルールなんかが定められている、ちょっと間を空けといてね7章、これが国連軍などの,あの武力鎮圧というんですかあ国際紛争について軍事力で潰しに行くってことのルールが書かれているの。 で、まず一つ取得というのは国連軍というのは未だかつて結成されたことはないです。あの国連軍と勝手に名乗ったのはカタカナアにあります。朝鮮戦争の時に日本にいたマッカーサーさんが総司令官になって、あの韓国を応援するために日本にいたアメリカの占領軍のほとんどが朝鮮半島に攻め込んでいくんですけど、あれは勝手に国連軍で名乗っていただけで、正式な国連軍ではないです。 でそれ以降多国籍軍とかなんかねいろんな名前を付けて、えー、アメリカはいろんな国を巻き込んで戦争をやってますいろいろやってますけどイラク戦争なんかもそうですしアフガニスタンなんかもそうでしょうけれどあいろいろやってるけど国連軍ではないですで間開けてもらったのは実はこの間に6勝半活動って言われるものが現在存在してます。 でこの六章半活動って要は六章と七章の間でその中間みたいなもんだから六章半活動といってこれが PKO ですピースキーピングオペレーションっていうんでね PKO というふうに言っていくものですあのカタカナイがそうでしょで PKO は本来は内戦が終わった状態の国で 当事国が承諾した場合にそこに国連の PKO 部隊が行くってそういうようなシステムになりますので、まあ、あの別に軍事力で潰しに行くわけじゃないしだけど純粋な平和的な解決ってわけでもないんです PKO 部隊っていうのは軍隊が行きますからだからその意味で6勝半活動っていうふうに言われてるものだということになるんですね。まああの カタカナの「イ」のところで日本との関係であれば日本もおこれはいくつかの国に、えー、国連の活動に協力する形で PKO 部隊に、えー、自衛隊を派遣はしていますということになりますので。 まあ、そういったさまざまなあの陸上自衛隊の日報の問題なんかでね、えー、この間までもめてましたけどあれもまさにこの PKO 活動で言っていたというものだったりしますので PKO 活動で行ってたまた、あ、南スーダンとか、ね、その辺りも PKO 活動で行ってたところなので、まあ、あの日本はカタカナのところでいろんなところに参加しているという話になりますかね。はいまあ、そのありはしっっかりかかわるるよううにななているといいかなということととこです はい、それから問題の49番ね、ねこれは基本知識的に問題49番は赤から青までしっかりわかるといいかなこれはあのきちんと理解できているといいのかな問題50番あたりは今年出てきてもいい EU の話ですからね。 え問題50番49「4950」は重要です。重要度は高いと思います。これはあのー、ちょっとご自分のテキストなどでこの問題に関わる知識っていうのはしっかり確認されておくといいだろうという言い方にとどめておきますけど大事なテーマの一つです。それれれから問題51ねね、うん、介護保険制度なんですけれどこれも大事だ、ねあのー、今回、ね、49 50 51は やはり過去の問題を見ていても、まあ、49の財政の話国の財政の話は国債の話とか含めよく出てますそれから、まあ、EU はそんな出題実績はそんなにないけれど、まあ、出てきてもいいんじゃないかなっていう1つの出題予想テーマになりますしそれから介護保険制度というのは定期的に出てるんですね。 定期的に出てます介護保険制度はあの2000年に制度ができた時の2000年の試験から定期的に出てます34年に1回は出されてるのがこれが介護保険制度1問丸々出てくることの確率が高いですそういうい問題にななるのかなあんまりその最新の改正まで聞いてくるっていうことをやりだすとなんか介護福祉士の試験かなんかと分かんなくなっちゃうのであんまりそんなに突っ込んではこないです。 だからどちらかといえばあ本当にオーソドックスなところを聞いてくるっていうイメージが強いかな強い、まあ、て言うなら選択肢5番の、ね、特養老人ホームについては要介護の3以上の人を重点的に入れるようにするみたいな話だったら出てもいいとは思いますがあのそれ以外はやはりベースのところの知識を聞いてくるんだろうなということになります例えば第1号被保険者というのは年齢要件はどうなっているかとか第2号はどうなっているか。 ね、今回の問題の中でも選択肢2番の解説のところに第1号非保険者第2号非保険者のそれぞれの年齢の分類は出てるでしょだからあの第1号は65歳以上の人で第2号は40歳以上65歳未満の人だって言い方になりますよねだから40歳以上の方は40歳になった誕生日の月から介護保険料が 健康保険料に上乗せする形で徴収されていますね。なのであの健康保険と一緒に徴収されるっていうのが40歳以上65歳未満の方の介護保険料の取られ方です。一方で65歳以上の方は原則年金から転引きです。それが選択肢の2番のところに出ていたものです。あの年金給付額がね本当に少ない人は自分で納付するんだけど。 そうじゃない一般的には天引きされるっていう形が取られることになります。介護保険料だいたい全国平均が五千円ちょっととかねっていう言い方を五千五百円ぐらいかなっていう言い方をしたりするあの全国平均がって言い方をするのはこれも試験によく出ますね介護保険料は各市町村で同じではない介護保険料は 各市町村ででで同じではないですさらに各市町村のの中に住んでいる人の保険料も全部違いますねあのそれぞれの世帯の収入などで当然金額が反映されて変わってくるのでそこも違いますね。だから全国平均って言い方になるのは安いところから高いところまで結構差があるからです。 ものすごい安いところは2,000円ぐらいしか取られてないところもあるし高いところはすでに8,000円ちょっと取られてるところもあります。なのののでででその差があるので平均っって言って言ますということね2025年ぐらいにはあその介護保険料の全国平均が8,000円ぐらいになるっていう。 そういう話が出てますね。年金で生活している人のその介護保険料の限界が8000円ぐらいってことなので、その2025年にはもうその限界値に達するっていうことが言われていたりはします。あの、やっぱり利用者が増えているということね。で、それから。自己負担割合は全国一律ですね。そこの保険料は個別だけど、自己負担割合は全国一律だっていうところをシャッフルする問題がやっぱりよく出るのよ。 なのでそこはちゃんと分かっとかないといけません。自己負負担担割割合はは原則は1割負担ですね1割負担ですあの最近の法改正で去年から一部の人は2割負担になったりとかこの間の国会で実は来年からその2割負担の人は3割負担に来年から上がることになってるんですけどあの3割負担の人ってほとんどいないのね。 ほとんどいないなですあれはものすごい年間で300何万円ぐらいあの年金もらってる人だったりするのでもともとかなり所得のある人だった方がリタイアした場合のケースになりますから大抵の人は1割負担の枠の中に入るはずです。ただいずれにしても 1>, 1割なのか、まあ、現行法だと2割か2割負担なのかっていうので、えー、その状況に応じてきちんと一律の割合での負担額ってことになるのはそれは保険料の支払いの自己負担割合ねでその自分で保険料として、えー、あごめんなさいサービスにかかる費用の自己負担割合ね。 で保険料として払う金額はもう結局は各人によって全部違ってくるっていうところのシャッフル問題はよく出ますからそこはあきちんとわかるようになっているといいのかなであの保険の主体は市町村ですねあくまでも市町村が主体で運営しますだからあの介護が必要かどうかの認定は市町村がやるでしょ都道府県じゃないよ市町村がやりますね。 あの要は要介護なのか要支援なのか自立なのかっていうのは市町村のところで実際審査をしますね。っていうことになってます。なのでそうなるとやはりあのその辺りのところは今回の問題でも1番なんかで国による認定って国がやるわけないじゃないそんなのねあのテーマあるわけないんだからって話になるけどまあ例えばこう都道府県に変えられたきに引っかかるなよとかそういったところも大事なポイントになったりはするよね。 それから、あの、まあ、選択肢三番はへーと思ってもらえればいいけれど。選択肢四番の。国、都道府県、市町村のお金の分担の割合というのは。ちゃんと知っててください。あのね、全体の介護保険に必要なお金。の。まず、半分が保険料で賄われてるの。だから、全体の金額が増えていけば。 半分が保険料なんだから保険料で徴収される金額も増えることになりますね今のところだいたい年間10兆円ぐらいかかるのでそうすると5兆円ぐらいがその保険料で賄われてるってそういうイメージ残りのお金残りのお金のところの、まあ、残りの50%の、ねえー、保険料以外で、えー、カバーしているところっていうような話につ,、えー、ついてということになりますけれど、あのー、それがこの四番のところの おお4行目以下か国と都道府県と市町村がそれぞれ分担するって話になるんだと思ってくださいねこれは公費で負担するところのお金の割合はそんなイメージですまあ、その他もちろんサービス料はサービス受けた人が1割自分で払う分もあるからそれらも全部合算されるんでしょうけれどそこを除いた場合ねあの国が少ないわけないでしょね あの保険料以外で賄うところはあの国と都道府県市町村で2対1対1になりますのでえ国が25%で一番負担率が高いということでこれ罰だっていうそういう問題になってるんだと思っていただくといいこの数字もちゃんと押さえておく必要があります。っていう話なんですね。あああののの介護保険とところはななかなか身近にあると 身近でそういう介護している方がいらっしゃるとかいうご家庭だとねよりもっと詳しくわかるかもしれないけどちょっとまだ縁がない場合だとなんだかよくわからない制度っていう形になってしまうと思うので、まあ、試験に出るのは多分今言ったことぐらいなんですよだからあの出てくれたら出てくれたで結構ラッキーだったりはするのであのしっかり回答できるような状態ができてるといいかな昔の問題だと「歳の学生さんが崖から落ちて怪我をしましまた介護保険のサービスを受けることはできるでしょうか?」っていう問題が2003年の選択肢の以降に出たんです 出たこともあるので、20歳の学生さんはまだ40歳じゃないから無理みたいなね。判断をしろって問題が出たこともあります。まあ、そういうのは、あの障害福祉年金でカバーするって、そういう話になってくるんでしょうけれど、あのその違いを聞いてくる問題も出たことはあるので、まあ、今聞いたような。区内のことは分かってるといいかな。選択肢3番はふんふんって読んどけばいいですからね。せっかく受けた以上はまあ、問題5。1についてはそのぐらいは知っておきましょうよ。あの問題5。2は別にどうでもいいや。 えー、問題53エネルギー問題、うん、一回一回読んどいて一回読んどけばいいと思いますから一回読んどいてください。あの選択肢1番なんかはね結構大事だったりするし選択肢2番なんかも結構社会問題に太陽光の発電などはなりつつありますね。あの太陽光発電の会社とかが森林を伐採して えー、発電パネルを設置するっていうようなことがあっっっちちこでで実はトラブルになててたりしてるんだそうですメガソーラーって言ってねあの太陽光発電の板をものすごい数設置するような時に森林伐採してそこに設置するのよだから自然破壊になるんじゃないかって言って地元と揉めるっていうのは最近あ新たに出てきたトラブルだったりするんだそうですけれど、まあ、この間テレビ見てたらそれが伊豆の方でね問題になっていると。 おものすごい広大な土地をどうやら会社が買ったらしくそこを全部う全てメガソーラーを設置するために森林を全部伐採するということになっててまだ計画は動き出したばっかりらしいんですがあの法規制がなないいものだだから自由にできるっていうことなんだそうですねだその辺りも含めてあの再生可能エネルギーって結構問題があったりするというのが1つポイントだったりします。でそうね ちょっと今思いついたからもう1個ぐらいあの言っときますけれどあのこの選択肢2番の再生可能エネルギーの話などがあまあ決まってくるものとしてえとね2012年の法律の話などが書かれているけど2014年に 第四次エネルギー基本計画っていうのが作られています。2014年のところの第四次エネルギー基本計画っていうのがあ一つ出ているということになりますね。でその第四次エネルギー基本計画っていう中で何が謳われてるかというと、この再生可能エネルギーの発電に占める割合を24%まで増やすっていう。 そういういい方針が打ち出されてます今3%ぐらいだからあのほとんどないのねほとんどないのを24%ぐらいまで増やそうぜって言っているっていう話だと思ってください。あのついでに原子力発電も20%ぐらいにするって言ってますので、まあ、あの原発をやめるつもりはなさそうですこれ2030年の段階でね2030年の段階でそうするということなんですね。あのまあまああ 今日はそれ以上はあんまり言わないけど2030年になんで原発のその割合を22パー20%パーから22%パーまで増やしたいのか再生可能エネルギーの割合を24%パーまで引き上げたいのかっていうのはあの6月にアメリカが脱退したパリ協定といわれる温 温暖化の国際協定がああるでししょあれと密接に関連しています日本が温室効果ガスの削減の約束をしているのを達成するためにちょっと火力発電を減らさないといけないっていう状態になっているんだと政府は説明しているってそういう話だったりはしますからまあ,あのちょっと今日はそれ以上は言わないけどもうあと10分ぐらいしかないからねそれ以上は言わないけどそんな話だと思ってください。 はい、それからねあの公文書管理法をちゃんと勉強しといてね。 公文書管理法はちゃんと勉強しておいいください問題54番に出てるけど公文書管理法はこれは結構大事やっぱりあの9月以降で一般知識ね、えー、一生懸命勉強することになる方多いと思うので公文書管理法はやはりあの昨年の本試験問題でも結構細かい条文を聞いてきてますだその傾向がまだ続く可能性は高いですからこの問題の54番などもそれから各予備校で公文書管理法の問題が出てきたらあのこれはもう条文学習なので。 公文書管理法の条文と照らし合わせてきちんと学んでいくっていう姿勢が非常に大事になるのかなとは思いますのであの公文書管理法のこの54番についてはあーしっかり見直しをしておくといいのかなということではありますね。 あとは、うん、用語の問題はまあいいやそのおなんかね55番以下のところは、まあ、特に、えー、もうここで改めて触れるというものでもないでしょうということになりますかあの問題58番以下文章理解どのくらいできた今回はそうでもないそうでもなければうん頑張ろうねで終わりにしちゃうけどあの3問中どうでしょう2問以上できてた方。 二問以上ね、あ、まあ、三問中、二問以上できた方って、ちょっと手を挙げてもらっていいですか、どのくらいいる。あ、結構でき、で、三、あ、ありがとうございます。三問全部できたって方、どのくらいいる。お。そうか、と、それ以外があと一問とか。あ。ゼロ。あげなくていいよ。<laughs> あのね、ゼロ、ゼロを上げさせるのも、ちょっと。あの人として、どうかと思いましたから、あげなくていいですけど。でも、あの、そのあたり、ちょっとね、あの、でき、出来不できに差があるかもしれないけれど。まあ。 あのよくねこう文章理解の講座なんかでお話をするのは例えば問題58の空欄補充の問題なんかの場合であればあの空欄の前のののところを見る人は結構多いのね空欄の前後関係っていうんで空欄の前の文章を一生懸命見てその次の空欄に何が入るかを考える人は多いんだけれどあの空欄の次の文章もちゃんと見ましょうっていうのは大事なポイントだったりします。例えばあの空欄は あの前の文章を読むよりはあの後のつまり人間とは動くものだからですってそこを見た方が答え確定しやすいのあのつまりっていうのはあの内容を言い換えてるっていうそういうサインになるのでつまりあの中に入る言葉っていうのは人間は動くものだってことが入ってくるって話になるんですね、つまり人間の話をしてるんだっていうことがそこに、えー、あの中に入ってくるんだということなんでしょうねなので あの人間の話をしてるんだっていうことであればあの空欄の中に入る極の候補を見たときに人間の話をしているのは3と4だけなんですここでく突然機械とか日本人というのはおかしいですだからそれを考えればもう3、4に絞られるの今度はいのところなんだけど あのいささか乱暴のようですが私は要するに日本人とはほにゃららだと考えているのですでは日本語とはどんな言葉なんでしょうかと言ってるってことはでは日本語とはどんな言葉なんでしょうかこの問題提起をするためには直前に日本語の話をしてないとおかしいはずなんですところがいささか乱暴から考えているのですまでの中に日本語の話が出てこないじゃない ってことはイのところに日本語の話を入れないと文章がつながらないのよだからその瞬間に三が答えだって話になるんですすんごい簡単ねものすごく簡単な問題だ空欄補充は文章を頭から読んじゃダメですね文章を頭から読んじゃダメそんな暇はないもう空欄の前後だけ見る前後だけ見て答えが確定できる空欄がないかを探してまあ今回たまたまあとかイが 決めやすすかったたんでで順順番番通通りり行行きましたけれど順番通り行く必要もないです例えば「い」イの空欄から先に決めてそれで選択肢絞って他に行っても別に構いませんしまあ今回の問題の場合あまり「う」とか「え」はやや難しめかもしれませんのでやはりあと「い」で勝負をつけられないとちょっと厳しいと思うけれどあの空欄の前後関係ね特に「 空欄の後で空欄を言い換えてる言葉がないかどうかとか空欄の中空欄が入っている文章の後の問題提起になっているものがその後に来てないかどうかとか空欄が入っている文章の直後の文章に注目すると答えが決められやすい場合が多いですで、1個そのきっかけを見つけたら必ず5群とチェックする 選択肢とチェックしてそこで絞り込んでいくってことを同時並行でやっていくとあっという間に答え出ます。今だってそこしか読んでないででしょ他読む必要ないいすこの文章ねっていう話になるの答えを出すのは簡単ですだからそれからあの問題59ねこれ並べ替えの問題ですこれはあの例えばあのところあの指示語が出てくるのに注目するっていうのは聞いたことあると思いますけど。 ああはこれ指示語がありますねあの冒頭に近代社会というのはがあるから指示語がないと思っちゃダメねそういう苦痛を伴う儀礼のそういうはちょっと間に入ってるけど後ろに入っちゃってるけどもちろんそういう儀礼の話は 近代社会というにはは書いてないんだからその前の文章に来るはずだっていうような発想ができるといいですねそうするとおわっていう組み合わせができるはずです終わって組み合わせができればまあその終わって組み合わせだけを残せばいいんだけど残念ながらそうすると二番しか消えないって話にこの選択肢の場合はなってますあとは全部おわが入っているってことになってくる今度は例えばいの文章でこれもやっぱりそうなんだけどある地方大学からずっと読んでってその人 質問を向けたところのその質問の内容はいの文章にはないですねってことはこのいの内容の質問にあたるものはいの前に来るはずだってことになりますそれはえでしょうねえいって組み合わせが次にできるといいよねってことになりますまあ、この段階で1番も脱落しますただ3,4,5は残ります3,4,5が残った時にときにおわとえいの組み合わせはあるということになりますので まあ、家とおわであとは「う」がどこに来るのかなが最終的な決め手になってくるという話なんですで、その時に「あのう」が「あ」のあとに来るのか「い」のあとに来るのかまあ先頭に来るって場合もあるみたいですがひとまず「い」のあとに来るのか「あ」のあとに来るのかが決まればまあ少なくともそれで「 34か35のどっちかが切れることになるでしょうということなのででどちらにも来なければ3が答えになるんでしょうだからまずは何かの後に来るのかなっていうのを探すといいですこれ探すときに、えー、共通あの出てくるやり方というのは例えばあの文章とうの文章の内容が共通しているかどうかいの文章と うのの文章の内容が共通しているかどうかど接続語がなかったり指示語がない場合は中身が共通しているかどうか同じような言葉が使われているかどうかで判断するっていうのが最終手段になります。なので今回の場合だとん読んでいただいたときに気づいたかなって話なんだけどその学びに行くとかね学校に行くんだっていう話は、まあ、どう見てもこれ あとうは、内容的に共通していることに気づけるかな。だから、あの後にうが来るんだろうね、という判断が、最後はできるといいです。そうすると、あの後にうが来ているのは、五番しかないんですね。五番が正解だということになるでしょう。やや難しいけど、解き方は今みたいなステップで、まずは指示語、接続語で組み合わせられるものは組み合わせて、最後はこのせつ選択肢を見た後で。 やっぱり右の位置が一番問題なんですよで、右の位置が一番問題だからというときに やはり何かの語句ののに何かの文章のあとに「う」が入るような選択肢があるならそこのつながりがちゃんと取れるかどうかを確認するその時には内容の共通性ですね同じような話をしてないかどうか同じようなキーワードを使ってないかどうかで判断してよより近いいいいものの後に来るだろうっていうよううとな処理をしちゃうといいですねそうすると「あのう」と「あ」が共通性があるので結果的に「5番」を正解に選んでおくのが一番確率が高いかなっていうそういう話になるんだということで です、はい、問題60番はこれは優しいかこれは優しかったかなだから2問できた人っていうのはもしかしたら59間違えて5860ができたって人は多かったのかもしれませんけれどあの60番はこれローマ数字1番と3番どっちでもいいけど好きな方がわかればある程度答え絞れるもんねって話になりますね。あの文章理解 空欄補充と並べ替えであればある程度テクニックで解けるというのは以前あの文章理解特訓講座とかねレックでやっている講座なんかでもお話はしているところだったりはしますだからこのあたりは文章理解は得意な人なんとなくできる人は今私が言ったような解き方じゃなくてもある程度スピード感を持って答えられるなら自分のやり方で解いていただいた方がいいですで問題は すでに到達度確認模試2回受けたけど2回ともうんと1問ぐらいの正解にとどまっているとかもしくはここから先模擬試験を9月中に23回受けてで到達度確認模試と全部含めたときにね、えー、全体の問題数が例えば5回受ければ15問あるでしょ文章理解の問題15問出てくる中で半分以下に正解数がとどまっている人は これはねあの悪いことは言わないからあの文章理解特訓講座みたいなものを受けていただいて一回解き方勉強した方がいいです多分あの15問中5問6問7問ぐらいしかできないような人はいくら頑張っても多分そこから上にはいかないと思う あのやり方自体アプローチの仕方が分かってないからできてないって話になるのでそこはあのちょっと長い目で見て9月中まで待ってみて判断してそれから処理してもいいのであのそういうようなあの対処方法があるんだよってことはぜひ知っておいてください。はい、というような話かな多分内谷先生ね法令科目のところについてはある程度話してるんじゃないかと勝手に思ってますからあーまああ,のあえてあんまりね触れてないないっていう。 噂があったところを少し中心に触れてみてで問題の中で、えー、ついでにこれを知っといたらって話までちょっとしてみたということになりますかあのー、こっから先ね ここから先の勉強のところではやっぱりまずはあの民,法憲法民法行政法か民法と行政法をとにかく早くきちんと一回し正確に知識が引っ張り出せる状態を9月中に作るというのがとても大事なあの作業にはなってきます。 で行政法についてはまず総論ととと自治法からちゃんと勉強すすることが重要で,すで手続法不服審査法事件訴訟法国媒のあたりも含めてまず最初に手をつけるべきは行政法については過去問です過去の問題でこれ多種選択記述まで含めて何が出てるかがちゃんと頭に入ってないそれが把握できてないっていう状態だとやはりいくら予備校の模擬試験を解こうがあいくらその何か問題集でね公務員の 問題なんかをやろうが多分点数は十九問の卓一で十三問ぐらいにとどまってずっといってしまうと思いますあのベースの知識ができていないところに一生懸命建物を建ててもぐら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 揺れるだけなのであのしっかり行政法をまず柱確立させることが大事ですそれが点数が安定して取れてくるようになると全体の点数も上がってきますなのであのやはり行政法それから憲法だね憲法の判例知識の 習得っていうのはこれは9月中にしっかりできるようにしといてほしいっていうのがもう8月恐ろしいことに終わりですからあ9月中にしっかりできるようにしといてほしいなあとは、まあ、あの民法に関してもそうですけどね9月中が勝負だと思っていてくださいそこまでにきちんと点が取れる状態が作れるといいよっていう話になるのかなということですまあまだあーねあと70何日ありますからまだまだやれることはたくさんあるので。 あの知識の覚えてるレベルの精度を上げるっていう努力はあ最後まで、えー、ね怠らずにやっていただければいいんじゃないかなということですね。はい、というのであの今回ですね模擬、まあ、試験から1週間経っちゃってたので、えー、学問の解説というよりは、まあ、本当にプラスアルファの話をしようという趣旨で2時間ほどお話しさせていただきましたので、えーまあ、またね何かの機会があれば。 あこういった形でお会いできればいいかなというふうには思ってます。そうだ。あの無料のものが2つあるんでね。えっ、ー、と一つは、えー、商法会社法なんですけど。 あの9月9日土曜日ですね9月9日の土曜日17時半からです9月9日土曜日17時半から商法会社法のこれ無料公開講座をやりますでこれはあの司法書士講座の運の先生という方が担当して商法会社法のスペシャル講座をやってくれます9月9日ね もう1つはあちこちに貼ってあるけど9月の18日です9月18日の13時からはあと50日の過ごし方というのでこれも無料公開講座です。えー、出題論点予想をやりますですからあのー、出題論点予想をお金は取らない論点しか言わないから。 その細かい内容まではさすがに時間内で全部は触れきれないと思うけどあの出題の予想されるテーマというのを全科目についてお話をするというのが毎年恒例行事になってますのでこの渋谷で、えー、9月18日の13時からやりますので、まあ、そちらも無料ですのでまた、ねえー、機会、時間が合えば参加していただければと思います。はい、ということで、えー、今回、ねえー、到達度確認模試のお、まあ、第2回の20点アップセミナーというのが正式な名称ですか。か そちら終わりたいと思います。じゃ、引き続き頑張っていきましょう。じゃ、お疲れ様でした。